来吧，我们直接开始来用我们的兵长好好的对付我们的野兽巨人，好爽哦！一般模式可以用雷枪吗？我不知道哎、欸，我还没有玩那个自创角色模式，我现在是玩角色的视角模式。超大型巨人出现之后，我靠，可怜的艾伦起飞了。那个眼睛是白眼呢、欸。あれはエレンか。是的。やつに壁の上まで吹っ飛ばされたってわけか。不用你解说，我们也看得出来，好不好？这不是九九，不用解说员，好不好？现在处在危急时刻啊！大敗北だ。是我们大败，老实说，没有人能活着回去。反撃の手立て、何もなければ。あるのか。この作戦がうまくいけば、お前は獣を仕留めることができるかもしれない。ここにいる新兵と、私の命を捧げればな。ドゥヌー。そして私は真っ先に死ぬ。地下室に何があるのか。其实我觉得艾尔文真的很可惜耶。知ることもなくな。他永远不知道地下室会发生有什么事情，很可怜。追逐童年的梦想这么久，俺は最终死了还是没有达成。このまま地下室に行きたい。父との夢が頭にちらつくんだ。そして今手を伸ばせば届くところに答えがある。老头知道《进击巨人》出手游吗？我知道啊，应该会玩玩看看吧。不想当人类了。哇，哎，对，这一幕也蛮帅的。有没有看到那个后面那个忘记叫什么名字了？第一次遇到野兽巨人那个死很惨。然后其他人怎么死的，我有点忘记了。啊，那个女孩子是被肯尼用雷枪打死的吗？仲間たちは俺らを見て、捧げよ、心中捧げよ。俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでくれ。神兵たちを地獄に導け。獣の巨人は俺が仕留める。滋滋微笑。哦，这边有动画。目標、獣の巨人に牙突撃を仕掛ける。当然、目標にとっては格好の的だ。我々は一斉に深淵弾を放ち、目標の投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間に。リヴァイ兵長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。どうせ死ぬならどうやって死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。这次如此。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を打ち砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。死んだ兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士に意味を与えるのは我々だ。最後の精神喊话。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ。踢到脚趾头了。哇，这个痛！哦，线上先心脏吧，舅舅。线上心脏吧。嘿嘿。哎，这完全照原作哎、欸。
それしかねえな。必ず成功させてやる。根元を絞らせないように煙幕を張れ。投石の命中率を少しでも下げるんだ。こいつを不要甩開了。然后我还真的一个一个撂倒这样子，可是撂的有点烂就是了啦。被炸开，然后他这边还放一个补给给你，你知道吗？就怕你没有补给啊！刚才超好笑的，人真好啊！啊，这个、剧情是没有这样子的，给你放补给，那么轻松自在这样子啊！这时候的兵长是非常的急迫啊，想要赶快去斩杀野兽巨人啊，还没给你在那边喝下午茶，跪在这个补给站那边。啊，休息喝茶没有？刚会是被撞开、欸，角度不对就被撞开了。哎，我不是已经翻滚了吗？失败。搞刚搞刚。好，打完了，然后就跟你讲，接受野兽，接近野兽巨人吧。来了，千辛万苦终于来到这个地方了。我看到他在前面了，哎，不是，这怎么是一般巨人啊？野巨呢？好，最帅的画面要来了。原本效率，兵长效率 0.1 秒一只，现在你看看。靠！我要打哦，好哦，干，好痛！闪光弹先闪你一下啊！啊哈！哎，没打到。跪在地上瘫软中，
没办法一人解决，不忠于原作了，能一击解决的没办法了。好啦，结束掉。怎么会？终于！哦，好快，好快！看大鸡鸡啊，没有看到。老罗今年几岁哦？十八岁啊。哦，真正的动画展示出来了。确定我们是玩同一款游戏吗？为什么我刚刚在玩兵长的时候，我的技能没有这个？那为什么没有？巨人化直後、体を激しく損傷し、回復に手一杯のうちは巨人化できない。そうだったよな。こいつはまだ殺せない。誰か生きてる奴はいねえのか。禁止でもいい。まだ息さえあれば。注射を使って巨人にする。抢走野兽巨人能力。食わせて獣の巨人の力を奪う。誰か一人だけ生き返らせることが。お。おい、どこに行く？止まれ！まだ終わりだよ。好超快的。爱说故事，啊，那个嘴巴超长的，超屌的。车具来的，那个是车具哦。动画好像没演到那边嘛，对不对？哦！没有刀片了，各位，怎么办？当然去找补给啊！靠背两只超大型巨型那个畸形种，补给在这里。哎，找到了，干什么？干什么？哇！哇！妈妈咪呀！切你的手指哦，在那边。哦，好烦哦！完了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 ！要卖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 ！啊，危险了！我就先把那些落单小只的先解决掉好了，好不好？不行，他现在是完全锁定着我，没办法看别只。
倒在地上，倒在地上，干不要踢我。刀片，刀片，刀片！别！哇，看老师，很烦呐、啊！在跳什么舞？华尔兹？哎，瞄不到头啊！哇，我们刚才没有救人啊，打完了，好麻烦。半年没看老头影片了，安安你好，欢迎回来，欢迎回来。リヴァイが獣の巨人を追撃する一方で。哇，他这边直接用这个方式带过，不是动画。ベルトルトの確保に成功していた。啊，他为什么这里没有展示我们阿尔敏？啊，壮烈变熟人呢？そこへ突如四足歩行型の巨人に乗った謎の人物が現れる。こいつ目の周りに巨人の跡が。两个一模一样。獣の巨人か。お前が。即刻。エレン・イエガーか。何？他是他兄弟嘛，对不对？信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。被那个父亲所害。お前は父親に洗脳されている。被父亲洗脑。父さん。おい、嘘だろう？ここまで化け物め。超帅。ああ、分かったよリヴァイ。痛み分けで手を打とう。ベルトルト、悪いが、お前はエレン。いつかお前を救い出してやるからな。哦，这时候他连莱娜也救走了嘛？打完了，同父异母的兄弟，因为他后来不是跑到那个墙内，然后又结婚生子嘛，就同父异母啊。阿尔敏超回答，嘿嘿嘿。看为什么没有那个超黑大动画？哎、欸，这边也这边蛮感人的。看一下、喔，为什么没有超黑大动画呢？这个是土行台。看一下超黑，看一下这个选择。壁内でエレンと接触した獣はリヴァイに追われて撤退。別行動中だったミカサも現れて、三人は合流を果たした。直後、死んだかに見えたアルミンが、かすかに息を吹き出す。超回答。リヴァイが持つ巨人化の注射を打ち、ベルトルトを食わせれば、アルミンの命をつなぎ止められる。エレンはアルミンに注射を打つようリヴァイに訴えたが。但是。リヴァイ、ヘッド。嘿、hey, 安安 CAO 你好，安安你好。エルヴィン団長が重傷です。例の注射が役に立てばと思ったんですが、どうでしょうか。得得。生きてる。この注射はエルヴィンに打つ。看他这个地方为什么不做动画呢？分かっているはずだ。
你不觉得这个地方应该要做动画才比较有张力吗？为什么这个地方要用静态的？好讨厌哦！トロストクを守れたのも、兄の正体を見抜いたのも。这样经费不足是不是？ベルトルトを倒せたのも、全部アルミンの力だ。人類を救えるのは、感觉在造稿念那种感觉。アルミンだ、そうだろ、ミカさん。他可能觉得这个地方有太多那个表情以及那个情绪的酝酿啊，要表达，所以说呢，动画组表示没有经费了啦，这个东西哦要花太多钱了，我们直接用静态桌布啊，静态的画面做就好了，是不是？制作组没钱，干真的是没钱欸，看得出来没钱欸，哈哈。巨人を滅ぼすことができるのは、对啊，经费不足啊。悪魔を再び蘇らせる。それが俺の使命だったんだ。好可惜哦。だから邪魔するなよ。你看，连这个大吼表情都没有出来。邪魔するなよ，那个表情啊，邪魔するなよ。好啦，这个已经吐槽好几次了。ミカさん、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。あの壁の中で。希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。私にも生き返らせたい人がいる。調査兵団に入った時、每天都是生死离别。別れの日々だ。生離死別。正気を保つことさえままならない。辛いよ。わっ。わっ。兵長、海って知ってますか？アルミンが言うんです。いつか見に行こうってガキの頃の夢なんて俺はとっくに忘れてて何かを憎むことしか頭になくてでもこいつは違うんですアルミンは戦うだけじゃない没事啦他只是晒黑而已啊他只是做日光浴晒黑而已各位不要紧张好不好他只是晒黑，没事，哦，想要当黑人这样。哦，这边就有动画了。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルヴィンに食わせる。さあ、行こう、ミカさん。アルミン、またな。アルミン、再见。どいつもこいつも。地平線まで全て塩水エレンはまだ疑っているんだろう絶対あるんだから見てろよ俺はこのまま地下室に行きたい两边都有自己的梦想啊但是能活的就一个啊奇怪这不是打后脑吗不是打脊椎吗为什么打手啊打手也可以啊、哦！哦，掉妆了哦，兵长的眼睛掉妆了哦，眼影有点不够深了哦。哦，你いないって、やって調べたんですか？这时候艾尔文没有张开眼睛吧？他在说梦话、啊。ありがとう。嗨，你好。靠！阿姨，来啦！死去。阿尔敏巨人化好丑、哦，好像阿嬤、哦。こいつを許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。それを望んだのは。兵长选择去阿尔敏的原因是因为他想要让他休息了，让他好好休息了。エルヴィン、不要再为这个人世间有太多的纷扰。
断气了。死んだ。そうか。他们的眼泪好像粘上去不会动。艾琳也不是打脊椎，哎，对，哎，他也不是打脊椎，所以说其实没有刻意要打脊椎吧。打脊椎是比较快速可以 变成无垢巨人，是不是？哎，壁上へ避難した調査兵は他の生存者を捜索したが成果はなく。我们前往地下室。この家かい。はい。はい。其实可以先让他变巨人，把他抓住就好了。连整个都变形了，就是感觉老的阿尔敏啊，脸老老皱皱的，有没有？童心未泯又开始了。然后艾莲都被老爸剧透了。进击的巨人不是有预知未来能力吗？这个剧透不意外吧？ここに。哦，你讲的剧透是这个实验、这个地下室的那三本书，是不是？但也是因为这三本书才知道所有的真相啊，又不能不知道，不能不看啊。よく見ろ。本が三冊。俺たちの探し物はこれら。親父は。哦，开始看了。地下室で発見された三冊の本には。グリシャ・イエーガー氏の半生、前半生、巨人と知りうる歴史のすべて、壁外世界の情報が記されていた。そこから判明したのは、壁内人類が相手にしていた敵の正体が人であり、文明であり、真正の敵人就是文明、人類还有这个世界。壁内人類はかつて世界を支配していたユミルの民であり。世界はユミルの民をこの世から根絶しようとしていること。近い将来、種族歧視啊。大国マーレが始祖の巨人と資源の獲得を口実にこの地に侵攻してくることなどであった。哦，以要资源为借口侵略这个领土。是要打巨人的脊椎翼。